めちゃめちゃ悪いですってことですね。次のやつとかだって、あのこの拡張パック1と2合わせると、ウ、は、ィ、い、ッチャー2と同じぐらいのボリュームになるって言われてるんですよ。はいはい、そんなバカな新しいゲーム出せよ。じゃ3000、それ3000ですか、ね、3000で売るなよ。それはちょっとバカなおかしいですよね。そう、まあ、っていう口も出てくるんですけども、はい、まあ、あの頑張ってローカル出してるという形でございます。なるほどなるほど。でですね、はい、まあ、拡張パックの話をする前に、うん、そもそもパッチ 1.10 で、うん、あのいろんなとこ変わりましたって話を先週軽く触れさせていただいたんですけれども、はい、まあ、あの具体的にどういうところが変わってるかっていうのをぜひご紹介させていただければと思います。まずですね、オプションからですね、はい、もう早速なんですけど、あのグエントの難易度っていうのが追加されました。何カードゲーマーにはですね、まあ、今までノーマルだったってイメージでいただきたいんですけども、はいはいはい、イージー、ノーマル、ハードが選べるようになっているので。マジか、来週からは向こうのデッキが変わるってことですか。まあカードが変わるってイメージだと思っていただきます。頭が良くなるわけではなく、カードだ、カードソースが変わるんだ。基本的にはカードソースが変わってます。シリとかゲルとかバンバン出てきたりします。それは強いわ、うん、でっていうのが追加された。あと、まあ、自動セーブの頻度がか、はい、なんかこう10分とか選べるようになってるとかもあります。で、まあ、オプション的にはそんなところで、うん、あとはまあ一番でかいのはですね、霊薬が4つ装備できるようになってますっていうのが、うん、ここがですね、消耗品のスロットがこう4つ増えましたね。今ハルツバメとライトとですね、左側に、はい、イエロギと森の賢者持ってるんですけども、なるほど、今で2つしか装備できなかった霊薬を、これボタン割り当ては割り当てですね、この長押しでこう左下見ていただきたいんですけど、こう変わるようになっているので、あ、こういう感じで長押しなんだ、はい、上長押しとか、上長押しで上 の、うん、あの今ハルツバメがあるのが変わって、で下長押しでピロシキがライピロシキ、ピエロギですね、はい、ピエロギがピロシキかと思っちゃったじゃねえか今ちなみにピエロギっていうのはあの、はい、ポーランドの伝統料理なんで、自分も何ですか、餃子みたいな感じ。あ、そうですそうです、うん、ラビオリみたいな感じ。ラビオリまでも本当餃子ですね、ピロシキみたいな感じ、うん、ピロシキまあでも中に何か入ってるって言うだけですけど、そう、あのこれが自分もワルシャワに行った時にですね、はい、散々食べましたけど、ワルシャワいろんなのが入ってるんですよ。ワルサワープラコって、あの、うん、餃子と一緒で茹でてるのもあれば焼いてるのもあって、焼き餃子、茹で水餃子みたいな感じで、じゃ焼き ピロシキと今もほとんど揚げピロシキほとんどピエロギって言いかけてましたよ、ね、そう、いっぱい揚げもあったし、で中身もチーズ入ってたりとか、はい、肉入ってたりとかですね、本当にいや、ピロシキだ、ピロシキやね、ピエロピロレエギわかんないな、ピロシキそれはいい、じゃあ本間さん来週ピロシキいっぱい持ってきてもらって来週ピロシキ食べる放送しましょう。ただのロシアじゃないですか、もうビッチャー関係ないじゃん、ピエロギがポーランドで、まあ、ピエロシキロシアになっちゃう、じゃあピエロギ100歩譲ってピエロギでいいから、ピエロギみんなで食べる放送しましょう。じゃあ多分大座の行商、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 大座の行ピロシキ、ピロもう何だかわかんねえよ、いい感じですね、そういう、まあ、切り替えられるんですね、まあ、切り替えられると、はいはい、いう形になってグルメ番組じゃないけど、はいはい、で、まあ、機能的にはあのパッと見、はい、分かりやすいところで言うとそういう感じで、あとはですね、このオイルってあったじゃないですか。そう、それそれそれ、はい、あれ、それなんか今ヒットするポイントありました、オイルで、オイルオイルオイル、ショートカットで掃除させるよ。違います。え、違うの、もっと些細なことなんですけどなんだ、例えば依存種のオイルを塗るじゃないですか、ね、でそうしてですね、おもむろに銀の剣抜いていただくと、あー、分かるんだ、あれちょっと分かりにくいな、これ、いや、いや分かりますよ、あ、これ今ルーンですよ、ね、これ剣ルーンに、あ、これルーンだからか、ちょっとね、見えにくいんですけど、もっと分かりやすくできる、まあ、あの、うん、エフェクトが、エフェクトというか、まあ、乗ってます、ちゃんとオイルのあの、はい、効果がこう表示されるようになってたりとか、これなんかパッチノートにすら書いてなかったから超些細な変更っぽいんですけど、あ、なるほど、こういう細いところいろいろやってらっしゃったり、そんなことよりボタン押し込んだらオイル塗れるようにします、まあ、オイルは硬くない、なんかあれですね、ショートカットに入らないです、ね、なんでだろうな、そこなんとか早くしてほしいんだけど、まあでも結局あれじゃないですか、その戦闘ピロシキ食ってる場合じゃねえもうそう、ピロシキのとこにピロシキのとこにオイルスロットつけろ、ね、そうそうそう、入れたいぐらいですけどね、ヌルヌルプレイだから、ほらこれなんか固くなに、ここのここからやらないといけないってしようみたいですね、なんでだ、だってしかもほら2本分塗らなきゃいけないから、ね、そうですね、右左とね、こっちなんてもう常に首筋の毒しか塗らないから、もう強制首筋の毒でいいんじゃないのかと思ったりしますけどね、ね、うん、まあそんな感じの変更が加えられていると、そこは固くななんですね、そうですね、はい、で、まあこれからちょっと、うん、今日はですね、いろんなとこ見せようかと思ったんですけど、はい、まあ、その都度ちょっとロードしないといけないんで、そもそもこれ、まあ、うん、マップが新しいマップなんですか、素晴らしいところにちょうど今から説明しようとして思ってたんですけど、これいつも皆さんの見慣れたですね、ノビグラドとベレンの、はい、はい、マップでですね、うん、
まあ、今いるのが北東ら辺なんですけども、はいはい、まあ、そもそもですね、うん、この今回の拡張パック1無料なる心では、うん、新規マップというのはないです。ないんですね。既存マップの拡張です。新しいマップに行くわけではないんですね、はい、なるほど。で具体的にはですね、このノビグラドの北東部分、まあ、この辺の今カーソルでかかってるあたりが、うん、結構前は更地だったんですけど、そこにですね、いろんなものが村が追加されたりとかですね、邸宅ができたりとか、主にここでお話が進んでいきますと、うん、なるほど。世界の果てが増えたんですね。そうです。でただまあ当然こういったところも北線フルト行ったりとかですね、うん、他のところも行ったりするんですけど、うん、主な話はこのノビグラド北東部で進行していきますっていう形になっております。はい。でこれはあのスタンダロンモードなんで、はい、今こう青い色で表示されてる、これも青なんですけども、あの青が、拡張パック無料なる心だという感じで思っていただければ、ね、多分またあの次のチンドライトビショが出ると赤で表示されるんじゃないかなと。推奨レベル高いですね。そうですね、32かなっていう形でやっていただいて、で、まあ、こういう風に、スタンダロンモードだと拡張パックのデュール、はい、クエストしか出ない形になって、うん、なるほど。これスタンダロンモードじゃなくてもさっきの青いマークが出るんですか。はい、なるんだろうね。あともう DLC をインストールしたら、うん、普通のセーブデータロードするとですね、勝手にメインクエストに入るんで、うん、あのどっかに、探しに行かないといけないってことはないので、うん、分かりやすい、うん、始まった瞬間にもうすでに始まるんだ、はい、そこに次ここに行けってなってるので、はい、それを見ていただければ。じゃあブエント上と商人がいたから、ね、これ多分グエンドできたかなこいつ。あの実はここにいる商人がちょっと特殊な商人なんですけども、なんかビッグマグ出てましたけど、今回ですね、その、まあ、ちょっとその後で話を進めていくんですけど、はい、オフィルっていうですね、まあ、遠くの国から来た人たちっていうのが拡張パック1の中で、出てくると。長く危険な道のりだった。だが故郷には危険にこそ名誉ありという言葉がある。うん、この人もあの拡張パック1の人なんですけど、危険な目にはたくさん、今はあのオフィルから来た商人で話しかけてる。新菓子の国的な勢いですね、うん、そうそう、そんな感じですね。この意志が重要なのだ。今までこう肌が黒い方はミッチャーの世界にあまりいなかったんですけど、肌が来てる。世界を探検し未踏の地に分け入り、新たな知識を蓄えて同胞や世の人々。この声の方もあの本編でも大活躍していただいてますけど、はい、あの見たびまた別キャラとしてご登場いただいて、やっぱりそうなっていくじゃない。やべ、肝心超重要なこと忘れた。今の声優の話を思い出したんですけど、実はですね、拡張パック1にはですね、はい、この発言が終わっ、会話が終わってからにします。ああ、終わっちゃいます。商売をするために来たのさ。ですね、もう誰も気づいてないんで、この機会にぜひ。誰も気づいてないことがあるんですけども。ピロシキだった彼がね、実はね、実はですね、はい、拡張パック1に、はい、まあ、NGC でおなじみのですね、はい、声優の方にですねご出演いただいております。沖津和之さん。やっぱそうなっちゃいますよね、うん、まあそうですね、まあそうなっちゃいますよね。昨日出てました。それだったらもう散々プロモーションしてると思うんで言い方すげえ失礼だなって、ね。はい、でもっとですね、大丈夫ですかね。やべ、今ちょっと全然大丈夫です。申し訳ない。この後で見てるかもしれない。かなりディスりましてます。あ、そうですよ、ね。大丈夫、申し訳ない。かなりディスりました。それはしょうがない。はい、じゃなくてですね、はい、我らが望月 A さんにですね、お、ご出演いただいております。この DLC に。DLC に、はい。本編の放送の時の最後の方で、あれ放送持ってたかとか覚えてないんですけど、はいはいはい、拡張パックに今度あるんで、はい、別の収録が、ぜひ出てくださいよみたいなことをその時に話をして、ちょっと持ってたかどうか覚えてないんですけど、いや、ぜひぜひみたいな話になって、それでちゃんと。そういう営業トークで終わらずにですね、リップサービスじゃなかった、リップサービスじゃなくて出ていただいておりますので、はい、ただですね、多分、うん、自分がツイッターとかいろいろ見てる限りは一切、はい、触れられてないようなのでじゃあ気づいてないって、ね、はい、実は今日の放送の中で、はい、どっかに出てきます。出てくるんだ、はい、へえ、ぜひぜひお楽しみに。なんか気づいたらですね言ってください、はい、コメントで。わかるかな、はい、もしくはその江戸美さんにもぜひ気づいたら。だって今のところ誰も気づかれてないですよね。今のところはもうフロシキ食べたくてしょうがないわ、確かにそれは間違いないな。ぜひぜひ今日の放送で耳を澄ましてですね、はい、馬って言われてますけど、馬、うん、あ、ちょ、馬役、馬の声ちょっと近いかもしれないな。近いの、で、まあ、そういう形でございます。うん、なるほど。で、まあ、このオフィルの商人がですね、うん、ちょっと故郷のことを教えてくれなかったら、オフィルについて話してくれるんで、へ、時間があればだが、時間があるなら話そう、うん、はい、話し出したら耳が擦り切れて足が棒になるまで止まらないぞ。長いらしい。いわゆるオフィルとは様々な国や民族の集まりのことを指す、うん、大草原がどこまでも広がり、山々がそびえ立ち、澄み切った湖と未開の原野がある。
滅びた帝国、栄華を極める、非常にこう自然豊かな決まった支配者を持たないが、神話の中に原初の世界の記憶を伝える数々の部族が混在する。その中に故郷があるのか。そう、ニルフガードも羨むような立派な塔の立ち並ぶ町だ。町もある。哲学者、文明も築かれていると。魔術師たちが住む自然だけじゃなくて、織田信長とかが作ってるんですか。織田信長彼もそのクレオパトラみたいな、シビライゼーションみたいなね、話を聞いてた。そう、シビライゼーションみたいなね、戦闘民族かもしれないけどっていうか、っていうとこから来てますと。なるほど。で、一番最後にですね、その、彼らにはですね、特殊な技術があって、はい、まあ、ルーンって元からアイテムとしてあったと思うんですけど、ルーン石とですね、あと刻印っていうのを剣のスロットとかですね、マテリア的なね、あ、そうそうそう、言ってますね、防具とか。今コメントでこの BGM もモッチじゃねえ。なるほど、ボイスパーカッション的に弾いてんじゃねえかっていう。弾いてる方だ、声じゃないっていう、うん、なるほど、それすげえな。それとして当たりかもしれない。で、そのルーンの刻印ががですね、を使って特殊なことをできる技術を持ってる人たちが来ているという形で、ぜひそいつと話をしてくれっていうようなことを最後の本で言ってたんですけども、今回ちょっと話を進めていく前にですね、うん、そういうシステム的なところの追加要素を先にご説明したいなと思って、うん、実はもうここに、はい、結構豪勢な設備をこう持ってる商人が、別の商人がいると思うんですけども、この人ですね、ルーン細工師っていう人でですね、世界の終わりなき創造を称えよう。これ違うな、違います。これは違う。お年頃が赤。15,000を、クラウン払うと、これあの前回の先週のやつになっちゃいます。最高級の道具の購入資金があるって、はい、何それ。クエストがこれですね。15,000。ルーン、まあ、そもそもルーン細工っていう技術を持った人たちがこの、はい、ノビグラードの近くに来たんですけれども、うん、最初はまあ荷物を持ってな、道具を持ってなくてですね、俺はまだ金もらわないと何もできねえぜっつって。あ、知識と技術はあるけど道具がね、道具ないんだと。だから5,000円くれっつって最初言ってくるんですよ、まず。で、5000円あげたらですね、15,000円ですよ。そう、5000円あげたら次10,000円くれっつってくるんですよ。あ、そういうこと。そうで、10,000円あげたら次15,000円くれっつってくるんですよ。で、ここから先はもう遠藤さんから借金しないと。サンバガラスで遠藤さんから借金しないと。そうなんですよ。それで一世一代の大勝負に打って出てね、はい、借金返済していかないという形になっちゃうので、うん、で、これで何ができるかっていうと、5000円払うとですね、まず、うん、最低限の装備が設備が揃うんで、うんうんうん、ルーン細工っていうものをできるようになります。で、ルーン細工にはレベル3まであってですね、ルーン細工レベル1はその5000円の状態でできて、実はもうちょっと素材も集めてこないといけないです。ついにゲラルトがツルハシを振りますので、ツルハシを持ってですね、とうとう交渉に行ってですね、カツンカツンってやったら翡翠とか手に入って、はい、ちょっとしたまあ今までなかったゲラルトがギャザラーになる、ギャザリング的なことができるんですね、はい、形だけですけどできます、はいはい。で、1万円になるとレベル2が、使えるようになって、うんうんうん、1万5000円払うとレベル3が使えるようになるんですけど、はい、これスタンダードモードって最初2万円ぐらいしか持ってないんですよ。当然がっつりですね、はい、本編やってる人はものすごいお金持ってらっしゃると思うんですけど、まあ余裕でね、カンストですからね、最初に、はい、カンストしてるしょうがないから増やしてくれって増やしましたもんね、うん、1回ね、うん、それが、まあ、今はないんで3つ目の段階ちょっと残念ながらできないんですけれども、うん、はい、そうすると何を作ってくれるんですか、この人は。そうするとですね、まあ、まずこのメニューがそもそもこう1個追加されます。フジュっていうですね、フジュだ、まあ、エンチャントですね、うん、いわゆる、はい、これが追加されて、実はもうさっき持ってたウィッチャーの銀の剣につけてあるんですけれども、はい、これですね、文字を打ってくれると。ピロシキって書いてある。ピロシキ書いてあるな。ピエロギなんですけどね、残念ながら、はい、こういう文字を打ち込むことができますって、ルーン文字を書いてくれるんだ。そうで、その素材は、はい、刻印石とかですね、それを使ってね、ルーン石を使ってやってくれますと。で、結構今までルーンって、まあ、なんだかんだ埋めたらですね、はい、どん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 余ってくるじゃないですか、特に賞とかね、まあ